元の場所に戻ればいいのかな。こことか、ちょっとここを戻ってこのやつを対処して、よし、オッケー、対処できた。クモいる、ここ対処できた。こっちも終わった。あれ、え、俺どこ見逃してる？どっか見逃してるよね。よいしょ、あれ、ちょっと待って、一旦ここちょっと拝んで、ちょっと待って、一旦ちょっと冷やそう、頭を。はぁ、ちょっと待って、どこ行けばいいんだ、この次。ちょっと道迷ったな。でも方向的にはなんか合ってる気がするんだけどな。あれ、ちょっと待ってね。これを全部ぶっと、あれ、一つ、なんだなんだ、あ、もしかして槍、あ、槍だ、やべ、あぶねあぶね、これは一応まあ解体するから、よし、これで能力開発できるよね。一回か、これで20でできたと。よし。あとは、あと3万か。どうしかな、部にあげようかな。それとも、単位にもうどんどん振っておこうかな。まあ、どっちみっち。もしくは、必要に応じて、あげるものだけにしとけばいいかな。まあ、いいや、スキルで、これを上げよう。よし。あとはラスト。これあれば、もう、気力10ぐらいあるよね。いやー、結構助かる。よし。じゃあ、あれ、ここ行ける場所もうない？嘘？いやー、でも鍵、ちょっと待って、鍵手に入ったから、どっか、開けられるんじゃないの？あそこ？ちょっと待って。よいしょ。あ、ここはあれか、ショートカットだから、反対側でしょ？あれ、じゃあ、あ、ちょっと待って、思い出した思い出した。思い出した。こう普通にここを上がればいいのか。どこだ？こっちか。ここだっけ？あ、やべ。当たらないの？それで。当たってよ。すごい期待してたのに。やべ。伸びるの？そこまで。よいしょー。あぶね。あー、こいつとまた戦うのちょっと厄介だな。よいしょ。おお。いやー、やめろ。うえい。あぶね。た。あぶねー。あそこハマると結構やばかったぞ。あぶねあぶね。よし。ここか、多分。門があるっていうか、城壁？あれ？いって！よし。ここだよね、多分。あ、あれだ。多分あそこだ。思い出した。途中からね、寄り道とかね、しちゃったから。忘れちゃったな。まあ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 。
これで、あとはもうここ上に行けばいいんだよね。鍵も手に入ったし、寄り道も全部済ませたと思うから。ああ、やっぱり縄文の鍵な。で、ここか。うわ、ちょっと待って。またなんか迷路だな、ここ。あ。よいしょー。こんなところにもカッパーいるのか。あの偏屈じじいめ、信長様の度重なる恩情を不意にしおるとは。一族老頭、女子ともども、皆殺しにされても構わぬというのか。ああ、ここの主はあんまいい人ではないってことか。だからこういう感じになってしまったのか。まあ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 。これなんだ。ここなんだ。なんもない？ん？なんもない？ああ、まあ宝あるか。宝っていうか、ちょっとしょぼいな。まあいいや、ここどこ繋がってんだ？ん？ここ下行けるね。ん？これは行ける。あー、なんかあるな。ちょっと待って。ここはどうだ？ここはどこ繋がってるんだ？よいしょー、アップね。あー、あー、落ちちゃった。ここ降りるとどうなるんだ？あー、そこか。ちょっと待って。あれ、そしたら、こうし、あそこ降りたら、ここどこ繋がってんだ？ここ。これちょっと見てみたいな。お。あっぶねー。雲の巣か。ここは、なんもないか。よし。へい。で、もう一回。気持ちいい。あー、ここに繋がってるのか。なんだそれ。ちょっと待って。もしかして、これ、どっかの柱、柱やべえ、宙に浮いてる。びっくりしたー。なんか妖怪かなと思ったんだけど。違ってた。ただの枝が、あれかな、これバグかな。いや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 。よいしょ。あ、どこ行った？どこ行くの？この雲。逃げるな。よし、オッケー。あー、ここにでっかい雲出てくるね。で、こっちにも、雲が一体いる。よいしょ、オッケー。この戦、我らにもはや勝ち目はない。茶器一つで加盟がつながるのならば、信長に譲り渡せばよいもの。あー、なるほど。茶器一つでか。いやー、どんだけ茶器に没頭してるんだろうな。あー、ちょっと待って。いいよ、アップね。いって、あぶね。よいしょ、オッケー。まだあれか、チャキが好き好きマンか。なかなか嫌な上司の方だな。そんなに、まあ当時のね、あの楽しみの一つとしては、まあ確かにチャキとかそういうね、あの、娯楽というかそういう感じだもんね。今の現代にこういうね、テレビとかないけど。いや、そこまで、ね、夢中になって、ね、自分が治めてる国とかね、それをほったかしにするのはちょっと、どうかな。あ
あんま良くはないよね。せっかく、まあ、せっかくっていうかね、こういうね、重要な役割があるから、せめてね、ちゃんとしてほしいよね。ちょっと待って、あそこショートカットできたけど、ただのショートカット？まあ、さっきの裏の細い道はあれは、まあ、横からね、奇襲されないようにって感じだよね。気づくか気づかないだけだと思うんだけど。いや、もうこれ、ん？これでもういいのか？この辺り。ちょっと、あれだな。短いっていうか。まあいいや。ここもう一回拝めば、あーともう少しか。2000ぐらいか。そしたら、ここのアイテム、装備全部、このすれば、いけるんじゃない？あー、いけたいけた。あとは、アップ。さすがに残すとね、いつなくすのか、わかんないもんね。どうしよう。部に入れたら、ここ1個上がるか。こっちにするか、タイにするか。タイだと攻撃2か。体力結構上がるのは結構助かるな。5は？あー、ただの重さをちょっと上げるだけか。重さの上限。そしたら、じゃあタイ上げちゃおうか。今は特にね、装備の重さとか、特に問題はないんだよね。特に問題ないから、あ、でもここ守護霊の力これ20って必要かな？よく考えたら。他は、なんか必要かな？そんなに必要だったっけ？20ぐらいにするっていう必要。する必要がなければ、ちょっともう一回振り直して、追い打ちで体力回復。背後から与えるダメージ。忍術アイテムが消費されない。忍術アイテムか。敵に気づかれにくい。宝感知、アムリタ。装備品のドロップが結構多いのは助かるんだよな。あ、でも、つくも武器終了時に体力回復っていうのはいいか。多分こっちの方がなんか良さそうだな。でも、気力こっちが上がるんだよな。まあいいや、もうちょっとこの守護霊にしとこうか。じゃあ、あれ？あともう何体だ？1、2、3、4、5、6体見つかったよね。じゃああとは3体だけかな？なぜ7体じゃなくて、これ一番最初、まあ今目の前にいる小玉は初期だから、これはカウントされないんだよね。ということは、この周りにいるだけ、数えればいいのか。1、2、3、4、5、6だよね。あと3か。見つけられるかな残り3つ。もっとこれ、まあ、残り3体。見つけられるか。でもなんかもう、ゴールもう少しあそこなんだけど、行って。痛い。行ってー。すっごいはめられたな。あの場所行って、ほんと厄介だな、こういう敵。特にこういう狭い場所はあんま良くないな。あー、くっす、3つも使っちゃったな。はあ、また変な声出してよいしょ。あれ、ここにもある。ちょっと待って、ここってあれか、城の中か。次、
ちょっと待って。ここ、小玉いる？ちょっと待って。こんな場所に小玉いたっけ？よいしょ。よいしょ。OK。どんどんこれ先に処理した方がいいかな。じゃないと、あの雲が出てきたしな。ちょっと厄介だな。あそこにいるし。あれ？ここで、裏？ちょっと待って。ちょっと待って。石持ってたっけ？あれ？石持ってないんだっけ？また装備しないといけない？ショートカット。あれ？石、拾ってないの？ここまで。すげえな。やべえ。よいしょ。ちょっとこれはゆっくり。あ、いた。薬に変更しない。あぶね。今だ。よし。あっぶ。いて。ちょ。よいしょ。あぶね。いて。よいしょ。ふ。あぶね。ちょ。あ、やべ。違った。こっちじゃない。こっち。よし。オッケー、いったいよ、プレー。おお、いって、よいしょ。おお、よし。あぶねえ、きつっ。共に死での火花を咲かす地獄巡りと参るぞ。ひらぐも、よいしょ。あん？あ、こだま。オッケー。これであと2体か。よし。ちょっと待って。あと2体ってことは、多分どっかしらここにいるってこと？あ、でもなんかもうすぐボスなんだよな。あれ？ちょっと待って。もう2体どこいた？ここ入ったらもうボス戦なんだよな。どう見ても。ひぃー！くっそー、雲が邪魔なんだよな。よかった、体力いっぱいあって。じゃないと多分もう即死してたもんな。まだいる？雲。ん？あー、なんか上まで行くな、これ。ちょっと待って。多分この中でもうボス戦かな。それとも上？あ、違う。ん？あれ？ボス戦ってもしかして上？いや、びっくりした。あぶねー。よいしょ。オッケー。倒した。よいしょ。オッケー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 。あれ、ちょっと待って。ボス戦、あー、わかったわかった。多分真ん中の、これ、そういうことか。多分真ん中この部屋行くと、多分もうボス戦かな？まあ、あの、はしご上行って、そこからってことなんだよね。ボス戦。それとも違う？ここ行くともうボス戦って感じ？あ、お前こっちにいるのかよ。勘弁してほしいよ、こんな狭い場所に。あぶねー。よいしょ。よし、倒した。と、あ、なんか見えるな。あ、これは多分大丈夫か、この部屋。あ、大丈夫そうだ。よし。あ、下にもなんかアイテムあるな。よし、オッケー。ん？なんだこれ。あ、ただぶら下がってるだけか。びっくりした。
何かのギミックかなと思ったけど全然違った。あーん、あ、こだまーやったー、あれ、あ、向こう側、うそー、ちょっと待って、これどうやって行くんだ。あ、わかった、ここか、あ、違う、これそうじゃなくて、そうじゃなくて、こっち、え、え、入れないの、嘘、え、じゃあこれは、あったか、ちょっと待って、これどう行くんだ、こっからからでもないな、ちょっと多分どっか上から降りるんだよね。ということはか、この階段へ行く方向ってのは合ってるのか。ここ行って、ここは入れないよね、どこにも。ということは、ということは上へ行くしかないか。こっちは、あ、ここか、中に入れるって、あー、ここだここだここだ、よかったー、よし、そしたらこうか、やった、これ今あと何匹だ、1234567、あと2って言っても、あれ、もう一個どこだ、うえい、あー、この子か、またか、これか、いいやつ、あー、オッケー、当てた、よし、オッケー、多分こっちがベストかな。でもただな、ここにあるやつが全部入れ替えないといけない場合もあるんだよな。まあいいや、これをちょっと倒して、小玉ここ一体いるんだよね確か、よいしょ、さあさあさあ、ういへい、つつく、おお、来る、えい、あれ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、えい、おい打ち、命捧げてこそ武士の誉れなり、よし、ちょっと待って、子供どっか行ったよね、なんかあそこの裏、ん、こっちか、もしかしてここか、あー、ここっぽいよね、ここなんだ、あー、ここがアイテムで、ここなんだ、あー、兜、ここ一体、あれ、もう一体どこだ、このまま上とか、ん、上、上行くと多分もうボス戦だよね確か、それともボス戦の前にもう一体いるとか、そういうことありえるかな、それともどっか下にいたのかな、あー、でももう一回探すのか、あともう一体だな、惜しい、あ、やべ俺何してんだま、なんか毎回同じ場所落ちてるな。こっちじゃない、あ、びっくりした。ここ行くと、あー、もうボスか。ちょっと待って。こだまいる？ここ。あー、ちょっと待って。せっかくここまで来たから、こだま全員取れたかなと思ったけど。そうでもないか。123、あれ？どこだ？あ、12345678か。あー、あと1体か。
これはさすがにあと1体だから探し出したいな。ちょっと待って、ちょっと待って、先にこれを奉納して、ちょっと待って、あと1体なんだけどな。ちょっと待って、これ今能力開発できるよね。やった。そしたらこっちにしよう。うん、タイにしよう。近接武器や上げたいもんね。特に槍。ちょっと待って、こだまもういない？嘘。どっか見逃した。あと一体なんだけどな。ここの裏とか？いや、そうでもないな。よいしょ、倒した。ちょっと待って、あともう一体なのに。どこにいるんだ？1、2、3、4、5、6。ん？あれ？ 1、2、3、4、5、6。 あともう一体は？あれ？ちょっと待って、あと一体なのにな。もしかしてこのどっかにいるってこと？なんかそれっぽいな感じがするんだよな。ちょっと待って、なんかここになんかいないっぽいな。よいしょ。これもう一回探すのはちょっとめんどくさいな。ここのどっかにあるとか？あと一体なのに。いい感じだったんだけどな。ちょっと待って。ここにいない？もしかして。どこだろう？そーっと行って、そーっと行って、よし、オッケー。ちょっと待って、あともう一体か、どこにいるんだろう。上とか？なんか上にそうだな、ここ。ちょっと待って、行けるか、ここ。あ、行けないな。まだ隠れてると思うんだけどな。まあ、隠れてるんだよね、そういうゲームっていうかね、そういう風に作られてるからね。どこなんだろうな、最後。なんかどっかの上にいるっぽいんだよな。よいしょ、よし。なんだろう、一番怪しい場所はなんかここあたりみたいなんだよな。ここぐらいか、怪しいところって言えば。あとは下か。ちょっと待って、こことかは、ここは落ちることはできないか。じゃあどっかこの地下かな。上はもうほぼ探索。あー、ようやく見つかった、ようやく見つかったよ。ここの後ろに行ったのか。これは
気づかなかったね。結構念入りに探してたんだけどな。いやーこれは参った。あーきつ。あーようやくボスまで行ける。やっとだ。いやーもうずっと探してた。多分ね、1時間が2時間ぐらい ?1 時間ぐらいかな。もうずっと探してたんだよね。で、さっきのあそこの、まあ、洞窟の入り口にあるなんかちっちゃな小屋の、まあ、隣にあったっていうね。あー、きつっ。なんであそこにあるって。いや、まあそういう感じのゲームだからね。おっぶねえ。あぶねえ、あぶねえ。よいしょ。これで、もうすべて手に入ったから、ようやくボスへ挑める。まあ動画上アップロード、まあ YouTube でアップするときは多分あんま、まあ20分30分パートがまあいくつかあるけどね。で、多分さっき探してた小玉の動画はね、まあその部分だけはもう思いっきりもうカットするので、まあそこはまあ、気にしないでください。はい、それでは、行きましょうか。ボスを、ちょっと、倒しに行きましょう。クリアできるかはちょっとわかんないけどね。いや、いけるか?炎とかも、なんかそういう、武器とかもね、一応、もっと、まあ、持ってて、一応できるようにはしてあるんだけど。よいしょ。いた。うん、まあ、そりゃそうでなるよね。うわー、すごい、ウィリアムがすごい、ガクガクしてる。あー、でもよかった。ここからスタートっていうのがなんかよかった。あの敵があそこにいるのはちょっと厄介だな。どうしようかな。ショートカットは、これ、こっから上行った方がいいのかな。あれ?ここって繋がってるんだっけ?こっから?こっから繋がってたっけ?あー、なんか繋がってはなさそうだな、これは。参ったな。行きたいな、そこ。あれ、ここはもうないのか。じゃあ、こっから行けたっけ?ここから行ける?ああ、行ける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 。ああ、じゃあさっきのあそこでよかったのか。あの蜘蛛の巣。ああ、よし。行くぞ。あぶねえ、あぶねえ。いって。ちょっと火力痛いな。いった。これは。リーチ長いぞ。ちょっと待って。おお。
おー危ねえ。炎にして、あぶねえ。よいしょ。あ、やべ。ぐはっ。うえ。いや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 、さっきのあれでもう死んでたでしょ、ウィリアムさん。あ、やべ。ちょっと待って、蜘蛛の巣があちこちにあるからな。これどう倒すんだろうな。ちょっと一回これ準備しとこう。炎のお札。すぐつけて、よいしょ。どこだどこだ。あ、あったあったあった、こっちだ。よし、よいしょ、よいしょ、おお、よいしょ、危ねえ。おお、ちょっともう一回、炎の武器が、よいしょ、へい、よいしょ、おーっと、おお、おお、おお、これは、お、よいしょー。おっ、おお、よいしょ。足がん、なんか爆弾でいけるか、いけないかな。よいしょ。で、おい、いた、よいしょ。おお、ぐるぐるするのか。でも結構効いてるな、炎は。よいしょ。炎じゃない、炎をまとって、よいしょ。おお、危ねえ。あれ捕まると厄介だな。おお、おい、やっべ、さっき痛い。しまってしまって。攻撃モーションは大体、うえうえ、あともう少しだな。やべ、これ無限ぐるぐる、これ無限ぐるぐるじゃね。やべ、無限ループって怖くない。よいしょ、危ねえ。お、ぶねえ。あーともう少しなんだけどな。どうしよう。あ、ぶねえ。おいしょ。赤くなってるな。おお、いって、赤くなってるから、よいしょ。あー倒した倒した。ああ倒した。ああ、でも、なんだろう、まあゆっくりね対処すればなんとかはいけるか。あとあれか、ここに蜘蛛の巣、これはあんま気にしなくていいか。あれか、ボスが吐き出してるあの蜘蛛の巣を気をつければいいのか。まあ、あそこ踏まなければ、大丈夫かな。あとは、つかみ攻撃か。つかみ攻撃とか、引っかきがなんか結構ね、前に突き出すよね。リーチが長いというよりも、前になんか、引っかくっていうかね、出てるから、なんか、まあ、リーチが長いっていう感じがするけど。まあ、あとは大丈夫かな?あとは属性攻撃結構効いてたね。特に炎は。うん。他はちょっと試してないけど。まあ、これでクリアできたからよしとしよう。
あとは、どういう。ほう、とつくに見たよ。主も見える口か。ひらぐもの茶釜、久方ぶりよ。一服立てて死んぜよ。茶もわからぬか。まあよい、お主に興が湧いたわ。この茶室好きに使うがよい。主君を殺め、将軍を殺め、大仏を焼き、山岳を成したと信長に言わしめたこのわしが、主ごときに見えると思うたか。わしのことは壇上とでも呼ぶがよい。はい、というわけで、多分これでもう終わりかな。まあストーリーじゃなくて、まああとはもうないかな。うん、おお、鳥。何、長政殿が認めたのであれば、わしも認めざるを得ぬの。徳が、いや、家康様は上杉、遠征終罰であったのかな、征伐のために江戸へ向かわれた。あー、上杉ってあれかな、上杉謙信のことかな。でちょうど京へ離れた頃であろう。お主らもこの大阪を抜け、京へ入るがよかろう。半蔵、わしなら、安仁殿とは共に動かぬぞ。命がいくつあっても足りぬわ。君子危うきに近寄らずじゃ。まあそうだね。オンライン対戦モードが追加されました。鳥居の試合から、あー、ここでか。飲用の飲用であってるからの茶室。茶室で何が使えるんだ？何なんだ？まれびとは歓迎するぞ。ここはわしの自慢の茶室。移し用と放たれた隔離用って読むのか。隔離用の前よ、お主もうっすらとは気づいておるようだな。時にお主、武士の真似事をしておるようだが、武士とは己のためではなく、試験にした、にし、したい働くもの。なれば、お主もそれを決めてみてはどうだ。それ、この、平雲の中を覗くとよい。平雲？わー、ここで？はあ、織田家か。つくものひため日替わり特別報酬。ああ、これもあるのか。いやー、ちょっと待って。今自分はオフラインのため情報を収集できま、ああまあそりゃそうだよね。今オフラインだからよな。ああ、
なるほど。いろんな所属人数が見えないけど、まあオフラインだから。でも、徳川、薬の回復力が嬉しいけど、これ刀、なるほど。これはちょっと悩むな。どうしよう。でも今自分はね、槍を縛りだから、今すごく、まあ、プラスとして見えるのは多分これしかないんだよね。装備値に近接攻撃ダメージなんだよね。で、包囲状態で攻撃力と防御力増加 D- だけど、でもないよりかはマシなんだよね。で、しかも特別報酬は、槍を、補助すると、まあ、希少素材、日替わりもね、今度は刀だけどね。でも、特に刀とか結構落ちると思うんだけどね。どうしよう、真田家に行こうかな。真田家は武田家に仕えた後、あ、長野県か。これは全部読むのはちょっとあれだな。六門線とはなんか、なかなかいいんだよな。徳川家とは激しく対立したのか。そうだね、真田家に入りようかな。所属武家はプレイヤーアカウント単位で管理されます。オフライン状態では所属武家は変更できません。あ、まあいいんじゃないかな。真田家に、所属、まあ大丈夫でしょう。知りたいことがある。うわ、これはちょっと自分で見るとしよう。勢力戦、姿を映し、外見を別の人に、ん？できるの？あー、そういうこと？なるほどね。この状態では、あー、オフラインだとは使えないか。でも今、その時に入ってるから、十文字槍系統の槍を装備中に近接か。十文字槍か。死に急がぬことだ。ちょっと待って、取引あるよね。あー、なるほど。武功か。うーわ、ここで使えるのか。7万か。へー、ここで変えられるのか、姿を映し。なるほどね。あー、これもいっぱいあるな。あー、ここにいっぱい素材があるな。これはまたちょっとゆっくり見るしかないかな。これはゆっくり見るしかないな。でもまあ、一応、死に急がぬことだ。一応、真田家に入ってるから、もうこれで大丈夫かな？あとは、あともう少しか。奉納できるものあるかな？十文字槍、装備すればね、5% も上がるから、まあ、そこだけ、ね、ちょっと気をつけ、まあ気をつけるっていうか、装備すればね、結構プラスになるけど、なくても、まあ、いいってことかな。よし、じゃあ、あと3000か。どうしよう。いらっしゃい。まあ、これも、あれか、あ、でも十文字、あれ、十文字は、またど、
あ、そっか、オフラインだからまれびとは歓迎するぞ。そっか、これ今あれ、あげられないんだっけ今。どれだ、取引、あれ違うな。ここにはないんだっけ。あれ、その時にあれ出せないのかな。遺跡は多分これでしょ。ウィリアムは今これ写しだからできないから、ちょっと待って、どうやって。あるのだろうな。あー、そっか、そういうことか、オンラインにならないといけないのか。まあいいか、一応 5% のダメージアップは、それはまあありがたく受け取ろうか。他はもう、まあ特にね、オンラインであんまり多分やることはないかな、僕としては。まあね、このゲームも多分ね、2年とか3年前だからね、まあいたとしても結構少数派の人だと思うんだけどね、このゲーム遊ぶっていうのは。まあこれは、まあそれはよしとして、売ってないか。よし。じゃあ、すいません。ちょっと時間かかってしまいましたので、まあ、茶室もとかも、ようやく、まあ、この時点でね、結構遅いけど、まあ、解放できたので、そうだね。次回は、多分もうここ、まあ、サブミッションとか結構もう解放しちゃってるので、次回はこのサブミッション、をやってからメインミッションやっていきたいと思います。はい、すいません、ちょっと時間かかってしまいました。それでは次回またお会いしましょう。さようなら。